誰でもいいんだけど、元彼でも誰でもいいんだけど、憎い男の頭を掴んできて、膝を入れる感じね。膝を入れる感じ。恋する乙女って感じ。ごきげんよう。ラジザベス・バイオレット・エヴァーガーデン。ラジコと呼んでちょうだい。今日は、トゥワイスちゃんのキャンディーポップのおダンス、サビの振り付けを踊らせてもらうわ。いつもと様子が違うって思ったかもしれないわね。そう、私今回だけは、心は乙女、戦乙女、バルキリーよ。バルキリープロファイルって感じなの。なんでかっていうとね、トゥワイスちゃんをはじめ、この女性アーティストのおダンスの振り付けリクエストいっぱい来るんだけど、やっぱメンズだし、顔ついちゃってるし、骨格とか違うしと思って、いやけど心を乙女にしたらいけるじゃないかしらと思って、今回はちょっと TWICE ちゃんで試してみたら、これが大好評だったら次もやるわ。はい、そんな感じで、ね、構成をこの動画どういう感じで進んでいくかっていうのを、これちゃんと目ん玉にカッポンチ、目ん玉に目に焼き付いておきなさい。これインスタばっか見てあんたたちはね、すぐケーキが綺麗だなんだってね、本当に。前半と旅の振り付けをね、前半と後半に分けてやっていこう。最後にちょっとおさらいして、今日は終わり、ランチタイム。さあ、いくわよ。はい、ちょっとまだね、キャラが定まってないから、ブレブレかもしれないけど、前半、You are my から始まる、キャンディキャンディポップポップっていうね、ごめんなさい、違う男だから、声は、キーが高まらない、カブトでやらせてもらう。まず前半の、サビの前半の部分、ゆっくり私がやるから、よく見ときなさい。それじゃあ、いくわよ。あ、5、6、7、8。1、2、3、4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 、5、6、7、8。こんな感じ。You are my って言って、まずは祈りをかき集めてきて、祈る感じなんだけど、私はこれ解釈ちょっと違くて、誰でもいいんだけど、元彼でも誰でもいいんだけど、憎い男の頭を掴んできて、膝を入れる感じね。膝を入れて、恋する乙女って感じ。はい。ごめん、余計なこと言ったわ。ここね、めっちゃ早いんですよ。なんていうのかな。5、6、7、8じゃなくて、5、6、7、8。もうすぐ。なんていうかな、ここから掴んでこの部分がないぐらい速い。You are my って感じ。You are my って感じね。とりあえずは膝を入れてサビスタート。一番最初なんだけど、キャンディキャンディポップポップね。キャンディキャンディポップポップは、そうね、祈りの体勢から、右、左と、体重移動ね。右足、左足、ただ足踏みするだけ、交互に右、左、この時少し腰をこっちに、足踏んだ方向に入れてあげるというか、入れる、ちょっとやだろ、入れるとか、はい、ごめんなさいね、慣れてないのか、キャラが定まってない、腕はね、この祈った状態から、振るって感じで、最初は振って、振る、筋がちょっと厄介、クロスして開く。そして次、普通に開くみたい。腕だけやると、右、左でクロスして開く。もう一回グーにして開くっていう感じね。これをキャンディ、ポップ。できたじゃないの。NEXT! キャンディ、ポップが終わったら、この状態からグーになって、フリってやるの。私、男だからちょっとここ全然怖くないんだけど。まあ、要はちょっとかがんで、腰を前、後ろ、前、後ろに振ってあげるって感じね。これ腰だけ。間違ってもこう、体を振ったらこれあなた、パティリボーだからね。で、腕もね、ちょっと私男の骨格が出ちゃうわね。肘と肘をこう背中でこう、ごっついて付き合わせるようなイメージ。今私やったらブロリーに剥がし締めされてるみたいになっちゃってるんだけど、肘と肘がこう後ろで線で繋がってるみたいな感じで、前後に振る。これを腰の動きと連動させて、振りって可愛いやつですよね。可愛くて。4回。前、後ろ、前、
後ろに振ったら、くると今度は、くるのにまたキャンディキャンディポップポップみたいな感じなんだけども、さっきと腕が違うだけ、足は一緒、足はもう右、左、あ、右、左って感じなんだけど、どういう方だよ。足のステップに合わせて腕が変わっちゃう。腕が祈りのポーズになっちゃうからね。手をギュッと握る。さっきは手を重ね、ごめん、コーラ飲んだからちょっと待って。さっきは手を重ねてたけど、今度は手を恋人つなぎ。はい、恋人つなぎね、セルフ恋人つなぎ、むなしい。この状態から右右カウントオンで右右。どういうことかというと、右右、もうこの通りやってちょうだい。もう難しいことはやめよう。今度は腕をこう振っちゃダメ。2回右右したら、今度は左でヤッホー、今度は右手でヤッホーって感じね。こう、なんだろうね、このすれ違いざまに手を振るみたいな、そんなイメージ。右右ヤッホイヤッホイ。そして次がツン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 って感じなんだけど、腕をこうただ振るだけ。あのワイパー、車のワイパーあるじゃない、あれをすげえちっちゃくしたみたいな、すげえちっちゃいワイパー、外内外内、これに合わせてしゃがんだ状態で2歩歩く、立った状態で2歩歩く、ただそれだけのこと。ただこの時そうね、体をあんまこう横にしてこうやるよりも正面向いて、体だけ正面向いてこう、ちょっとごめん、あの面差がきついけど、通常だからこうね、こういう感じでこう、こうやったらちょっと可愛いんじゃないかな、ちょっとランドセル背負うみたいな、もう余計な情報入れるのやめよう。はい、次ね、ときめきハッピー止まらないっていう感じなんだけども、その歌詞の通り、あのこのこれインスタ映えみたいなポーズが終わったら、次はあズンズン、まず右足を引いて、左足をふって、つま先からあぐで戻して感じね。あぶん戻す。ごめん、もうやっちゃったんだけど、左手で2回お胸を叩く。あドゥンドゥンパッチ。あドゥンドゥンパッパッ。全部やっちゃった。ゆっくりやると、ときめきハッピーって感じ。ちょっとこう、足を戻すときに、ちょっと腰をですね、こう、くねらせたら、いいんじゃなかろうかと、おじさんは思うよ。ごめんなさい、別人格が出てきちゃったんだけど、ときめきハッピー。で、最後、止まらないですよね。止まらないが、なんで言ったのかしらね。こういう、こうなっちゃうんだけど、お胸に、左のお胸に手を添えた状態から、一回前に、まあ別に、叩かなくてもいいと思うんですけどね。叩きたい人は叩いて前に、これなんか、お花畑みたいな。ああ、お花って感じ。こう、それに合わせて、足を、右足を斜めに切り込む。斜めに、これ真正面じゃなくてね、真正面だったらね、ちょっと、おっさんっぽくなっちゃうから、斜めにこう、腰を打ち捨てるようなイメージで、斜めに切り込んで、戻って、ジャンプでござる。さあ、そしてちょっと次がね、ちょっと厄介なんだけれども、あくくく、うん、あっていうね、うん、あっていう動きなんだけど、右足をつま先 の親指に体重乗っけて、くって感じ、キュッ、今度左で、ね、キュッ、今度右で、ね、キュッ、これを可愛く素早く、キュッ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 、そして腕なんだけど、腕はなんかこう、ワッキーワッキー、脇を締める、締める、締めるって感じ。このイメージで動かす、動かす、動かす。3回、3回動かしたら、顎を落としてあげる。うん、あ、うん、あい。ここね、ちょっと間違えてる、メンズじゃレディースが多かったんだけど、うん、あ、うん、あ、うん、あ、あ、ってこう、下に向けちゃってんの。ダメじゃない?下に向けたら、せっかくのその TWICE の微動が、シャットアウト。ワン、ツー、スリー、フォー、上。で、次が、ファイ、シックス、セーブ、上。最後も、足は反対になるって、左スタート。左スタート、右スタート、左スタート。これに合わせて腕が、またワイパーね。今度、両腕でワイパーするのね。ワイパー、ワイパー、ワイパー、下げて、上。絶対上。絶対。ここまでが前半の振り付け。何か質問ある?ないわね。行くわよ。と、続いて、後半ね。後半はさっきのこの、うわ、この状態から。この状態から後半に入っていくでござる。あぶんぶん。まずはゆっくりやってみるわ。よ、ファイ、シックス、セーブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブン、エイト。ワン、
最後はちょっとあの後で歌詞でねやっていこうと思います。最初なんだけど、この状態って多分ね終わってんの、前半できっとそうよ。女はすぐ決めつける。はい、そしたら最初は前半と同じ動きは、ただ体型移動しながら、おのおのそのいろんなところね、いろんな陣地に行くわけよ。陣地信長の野望みたいな感じでこう移動しながらあの振りをやる。ちょっと難しいわね。だから移動したくない人はその場にいなさい。ただ同じ男だけを追い続けてたら女の幸せ手に入る。とにもかくにもワン、ツー、フー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、これ移動しながらねやって、ここからちょっと違う、ここからまた体型移動して足を揃えてちょっと違う振りになっていくんだけど、足を揃えた状態から右手構えて左手でブンブン、歌舞伎にね、歌舞伎にしてあげる。左足でこう出すんだけど、一緒に腰もちょっと出してあげる。で、下半身はこれで固定、固定、固定。で、腕だけブンブン、2回回してあげる。下からね、2回回してあげる。で、ここスタート、ここスタート。1、2回したら、腕を、鋼の錬金術師ね。鋼の錬金術師をこっちで1回、2回目をこの右足を揃えて、右肩が前になるようにして鋼にしたら、腕を胸のここでこうクロスするわけ。なんかこうやらしい、やらしい、こんな感じでね、クロスすると同時に膝を曲げて下がるわ。キッズ、これめっちゃキッズで、下がったら、この下がった状態で手を今度肩にこう押していくわけで、これと同時に今度は首を後ろにやる。戻します。何だったの今。戻したら今度は足を開いてこっち側に体重乗っけます。いつたまにか腕がこの時に腕がこう X になってるんで、ね、目の前 X で、ここはもうマリー・アントワネット王妃リセットだと思うんだけど、こうギロチンの上に首を乗せるみたいな感じね。この時はね、お尻をこうやったら可愛いよ。間違ってもこうならないよね。ここやりすぎやりすぎやりすぎ。こうなってもダメよ。やばいやばいやばい。レックスバンプ。ギロチンの上に首を乗せたら、もうこれ以上はちょっと、右足伸びないっすってとこまで行ったら、戻る。うん、戻る。何回もやったよ。うん、戻る。で、戻ってきたら最後に、Kill me what can we talk っていう歌詞になるんだけど、そこで、口をこう脱ぐ。一応拭ってこう後ろに一回やって拭ったんだよね。拭ったやつをもう一回唇につけます。親指で、多分親指、中指じゃないけど、中指だったらやばいよね。親指でつけてかしこまり終わり。じゃごめんなさい、最後だけちょっと普通にやろうかな。ここからちゃんとカウントでやると、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、キミはキャンディーポップ。で、後半はジー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 ってタクシーね、ミスとタクシーにつながっていく的な。以上、どうだったかしら。ラジザベス、マリー、違うわ。ラジザベス何でしたっけ、バイオレットエヴァーガーデンね。ごめんなさい、今期のアニメね。私がですね、マジで踊ったバージョンあげる予定です。予定。あくまでも予定なんだけどね。そんな感じで今回はちょっと心はね、乙女でやったんだけど、どうだったかしら。私的にはちょっとまだキャラがブレてるかなって思った。もう少しやっぱり練らないとダメね。ちょっとやっぱ一筋縄じゃいかない業界だなって思ったわ。で、トワイスちゃんはじめ女性アーティストなんか踊ることがあったら、それやっていくんだよ。ごめんごめん、ちょっともうおっさんの、俺の中の親父が出てきたんだけど、もう。はい。以上、今回トワイスのキャンディーポップをサビの振り付けをやってみました。感じです。お疲れ様でした。